伊達政宗公を祀る青葉区の瑞宝殿で修復工事の完了を祝う法要が営まれましたきょうの法要には仙台伊達家18代当主の伊達康宗さんや修復工事の関係者らが参列しました戦災で焼失後1979年に再建された瑞宝殿の本殿の修復工事は2001年以来21年ぶりで 去年10月末から今年3月末まで黒漆の塗り直し彩色の保湿やクリーニングなどが行われましたまた本殿に安置されている正宗公の木造も今回初めてのお色直しとなりました修復工事の費用はおよそ3800万円で文化庁の補助金やクラウドファンディングで全国から寄せられた支援金などから賄ったということです 皆様のお力添えいただいたところで、このように美しい姿、まさに伊達なる美が再現されたわけでございます、まあ、私も本当に心の支えとなるこの瑞鳳殿、多くの方々に参拝していただくことは、私にとっても大きな喜びでございます。瑞鳳殿では、修復工事の完了を祝って、今日から来月7日まで本殿がご開帳され、政宗公の木像を観覧することができます。